A.A.D. 聖書の時代は、アメリカ合衆国で放送された歴史ドラマ。2015年4月5日から6月21日まで、NBC で全12回にわたって放送された。イエス・キリストの啓示後の信徒たちの活動を描く。この作品は、2013年に放送された、歴史ドラマザ・バイブルの続編で、首都原稿録、全28章中の第1章から第10章にあたる、 部分を主に描いている。本作は、前作ザバイブルの続編として、前作同様ローマダウニーとマーク・バーネットによって、企画された。前作ザバイブルは、全10話の歴史ドラマで、ディオゴ・モルガドが、イエス・キリスト役を演じ、2013年に、有料テレビチャンネル、ヒストリーで放送され、非常に人気になった。本作は2015年4月5日から6月21日まで。 NBC で全12回にわたって放送された。制作者は本作の印象的な登場人物役に世界各地出身の俳優を起用した。イエス役はアルゼンチン人俳優フアンパブロ・ディッパチェが演じ、イエスの母マリア役はイタリア出身のグレタス・カッキが演じ、マグダラのマリア役はモザンビーク共和国で幼少期を過ごしたチポちゃんが演じた。 新約時代のパレスチナ第一話、十字架ユダヤで春に一週間に、渡って祝われる杉越の祭りの期間中、聖徒エルサレムに祭りのために多くの人たちが来ている。イエスの皇帝ペトロがイエスの取り調べの場に急ぐ。ユダヤ教の大祭司カヤファによる尋問を経て、ローマ帝国によって任命された総督であるピラトによる公開裁判の場に移されたイエスは、その場で、 死刑判決を受け、ゴルゴタで十字架にかけられた姿になる。イエスは十字架上で、神よ神よなぜ私を見捨てたのです。と問いかけ、死に際に成し遂げられたと言って死ぬ。イエスに従った者たちの中で、その最後を見届けたのは、母マリアとマグダラのマリア、そしてイエスの愛弟子、ヨハネだけだった。その日のうちに、イエスの意外はイエスに、 好意的な有力者有タ屋のヨセフの墓に収められる。翌日、信奉者たちの偽装工作によるイエスの復活を恐れるカイアファの進言によって、ピラトはイエスの墓をローマ帝国の兵士たちに監視させる。ピラトの妻はイエスの進化に気づいているので、イエスに死刑を言い渡した夫ピラトに不満を示す。一方、イエスの復活を信じて待つ母マリアに対してペトロは、 復活を期待しない。三日目の夜明け前、その墓に天から一条の光が差し込み、剣を持った天使が現れる。第二は、消えたいエルサレム三日目。墓からイエスの意外がなくなる。マグダラのマリアやペトロをはじめとする使徒たちの前にイエスが現れる。使徒たちは死刑になったイエスの意外を奪い隠した権威をかけられ。 族州ユダヤ中東小部隊のローマ軍兵士たちに追われるが、反ローマ組織シカリ派の男、ボアズの助力によって逃れ、エルサレムから、故郷のガリラヤに戻る。ガリラヤ湖で漁をするペトロやヨハネ、マタイたちの前に、イエスが現れる。イエスはペトロに今後を託し、ペトロの殉教を予言する。イエスを先頭にオリーブ山に上がってきたペトロをはじめと、する十一人の使徒たちは、 イエスが雲と風と光と天使たちに迎えられるのを見る。一方、イエスの意外消失の目撃者である、墓の警備に当たった、カイア・ファ・ハイカの下役とピラとハイカのローマ兵が全員、殺される。第3は、聖霊降臨、ユダヤの春の収穫祭であるご春祭になる。イエスが残した言葉に従って、エルサレムで聖霊を待つ使徒たちが隠れ家に集まって、祈っていると、使徒たちに、 天から光と共に炎のようなものが降り注ぐ。力を得た人たちは隠れ家から外に出てご春祭を祝う人で賑わう神殿に向かう。神殿の前で物乞いをしている足の不自由な男をペトロがイエスの名によって治癒させる。治癒を目の当たりにした人々たちに向かってペトロとヨハネがイエスの蘇りと精霊の力を解きイエスはユダヤ人が待望していた 救世主メシアであると、ペトロが公言する。その姿を見たカヤファが二人を捕らえて留置させる。第四は、怒りペトロとヨハネに対する公開裁判が、カヤファによって開かれる。ペトロによって治癒され、歩けるようになった男メレクが証人として尋問される。カヤファの妻レアによって買収されたメレクは、物乞いのために歩けないふりをしていたと証言するよう。 カヤファに誘導されるが、真実を話す。ペトロとヨハネは解放される。信者が増える。多くの貧しい信者たちが、泣けなしの財産をすべて寄付する。信者になった財産家の夫婦は何やと、サフィラも家を売った全財産だと言って、宝石類を差し出す。しかしこの財産家夫婦は自分たちのために、財産の一部を隠していたことをペトロによって、見破られる。 アナニアとサフィラは、それぞれ目と鼻と口から血を流して、ペトロの前で死ぬ。生き盛んな若者ステファノが、信者になる。物質的な富を得た者の自分を見失ったと話す。バルナバも信者になる。バルナバの寄付した土地に、信者たちの新しい生活の場が建設される。ボアズによって神殿前で命を狙われ部下のローマ兵。 ドルススを殺されたピラトは犯人逮捕まで毎日10人のユダヤ人を死刑にすると宣言し実行する。向こうのユダヤ人少年たちがローマ兵によって町から連れ出され十字架刑にされる。カヤファはユダヤ人の儀礼、習慣にのっとり荒布をまといばいをかぶってピラトに面会し抗議する。第5話、最初の殉教者ペトロはステファノと 新たに信者になったフィリポに野営地の世話を任せようとする。野営地は回収者で日ごとに共同生活者が増えている。しかし、日常語のアラム語の他にギリシア語を使い、ヘブライ語の聖書をすべて暗記しているというステファノは、宣教活動をすることを希望する。ペトロはステファノに、ヘブライ文字の読み方を教わりながら、創世記冒頭から聖書を読み始める。 ローマ兵を殺したボアズは自首し、ピラトによって処刑される。死刑になったイエスに対する信仰をペトロによって、面前で公言されたカヤファは、ペトロをはじめとする人たちを捕らえる。カヤファは人たちを死刑にしようとするが、最高法院長のガマリエルの進言によって減刑し、無知打ち刑にする。ステファーノは最高法院に自ら出向いて抗議し、キリストが神の右に立っているなどと強く主張する。 言語道断の特進行為に傍聴していた民衆が、激怒して、ステファノを最高法院から引きずり出し、市外で枯れ木に縛り付け、石を投げつける。とどめとなった石を、隣の男に手渡した男サウロが、ステファノの死を確認する。第6話、迫害、ステファノの葬儀が行われる。悲しみに暮れる信者たちの前に、男が現れる。 男は自らパリサイ人のサウロと名乗ってイエスに対する信仰を論難して批判する。サウロの死がマリエルはサウロをいめるが、サウロは応じない。弾圧にもかかわらずますます増える信者たちに対して、サウロはカヤファの許可を得て、市内の支持者たちを捕らえて、牢送りにする。さらにサウロは信者たちが共同生活する野営地を焼き打ちにする。信者たちは野営地から逃げ出す。 一方、前の大祭司アンナスは、息子のヨナタンを、娘婿カイアファに変えて、大祭司にさせようとする。アンナスは、アリマタヤのヨセフやガリラヤの領主ヘロデアンティパスに、働きかけて、ヨナタンの大祭司擁立工作を進める。しかしピラトはヨナタンを認めず、カイアファに大祭司を続けさせる。第7話、ライフォーサウロは、手下と共に、ペトロたちを探す。 ペトロをはじめとする信者の中心メンバーは、エルサレムの地下の隠れ家に潜む。フィリポは、サマリアに行き、魔術師シモンに出会う。意識のない女を、人々の前で注意させる、フィリポの力に驚いた、魔術師シモンはフィリポから洗礼を受ける。ローマ皇帝ティベリウスが後継者カリグラとその友人、アグリッパを連れて、エルサレムにやってくる。ティベリウスはピラトにイエスとその信者の剣を問う。 カイアファが呼ばれて、敬意と対象を説明する。第8話、ダマスコへの道シリアのダマスコに、ペトロがいるという偽情報を聞いたサウロと手下たちは、ペトロを捕らえるために、ダマスコに向かう。その途上、サウロの前に、イエスが現れる。サウロは、目が見えなくなる。ダマスコに住むイエスの信者アナニアが、サウロの元にやってきて、サウロを治す。改心したサウロは洗礼を受けて、 イエスの信者になる。サウロがエルサレムからいなくなった隙に、ペトロたちは、サマリアに行く。フィリポと合流したペトロたちは、サマリアで信者を増やす。ティベリウスがピラトに、ローマでの英典の道を開いて帰国するが、休止する。新皇帝として、エルサレムに再びやってきたカリグラがピラトを足元に、ひざまずかせる。第9話、サウロの帰還、イエスの信者になって、 ダマスコのユダヤ人に追われるようになったサウロはダマスコを脱出し、バルナバと共にエルサレムに戻る。迫害者サウロが信者になったことに、ペトロたちは不信を抱くが、バルナバの取りなしでサウロを受け入れる。しかしカイアファは、配信したサウロを捕らえて留置する。カリグラは自らを深刻化し、自身の彫像をエルサレムの神殿に建てる計画を言い渡して帰国する。 異教の偶像を神聖な神殿に建てれば、ユダヤ人の怒りを買い、反ローマ暴動の勃発が必死なため、カリグラが本位するようピラトはアグリッパに頼み、さらにカイアファに対策を立てるよう命ずる。第10話、主の兄弟ユダヤ人同士の内紛を避けたいカイアファは、サウロを釈放する。イエスの兄弟ヤコブがガリラヤからエルサレムにやってきて、ペトロたちの一団に加わる。 ラビであるヤコブはカヤファと話し、神殿に敬意を払い、サウロを排除すれば今後迫害はしないとの現地を得る。神殿を必要ないものとするサウロとペトロたちが対立する。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、シモン、トマス、バルナバの6人に見送られてサウロは、故郷キリキアのタルソスに一人で向かう。 エジプトの財務官の一行がエルサレムにやってくる。第11話、読み返り、ヤコブがカヤファと、再び会談し、戦況を黙認させる。ヘロディアの、女中二人、イエスの信者であることが露見して留置されていたヨハナは、ピラトの命令で処刑され、すでに無打地刑になっていたタビタは、故郷ヤファで死ぬ。しかし戦況のために、ヤファに来たペトロによってタビタは生き返る。 エジプトの財務官が反動魔闘争のために、熱心党に武器を供与するが、発覚し、ピラトによって、国外追放になる。財務官は帰国途上フィリッポに出会い、イエスの教えを知り、受診して信者になる。エルサレムのピラトのもとに、ローマ皇帝、カリグラの彫像が到着する。第十二は、アラス、憎むべき者、ピラトの副線の部下である、ローマ兵。 コルネリウスの前に天使が現れ、コルネリウスは天使の言葉に従ってヤフファにいるペトロを招く。コルネリウスは今までの葛藤と残機の念を打ち明け、ペトロによって受診し信者になる。ピラトの指示でエルサレムの神殿にローマ皇帝、カリグラの彫像が持ち込まれようとする。ユダヤ人民衆が集まり、抗議してローマ兵相手に抵抗する。 ペトロたちとカイアファをはじめとする祭司たちは、コルネリウス率いるローマ兵の前に命をかけて、ひざまずく。熱心党員たちは、弓矢と剣を使って、ローマ兵と戦う。多くの熱心党員たちが死に、皇帝、カリグラの彫像は破損する。ありがとうございます。